はい、皆さんこんにちは、村長です。2022年の年末あたりにファーストソングエディターというとっても素晴らしい自動アレンジソフト、その紹介をしました。とてもたくさんの方にご視聴いただきました。今回はこのソフトを使って本当にどんなアレンジが作れるのか、それを実用的な検証をしたいと思います。村長ミュージックスタジオ。今スタジオ案上に出しているのは小崎豊さんの名曲オーマイリトルガールをアレンジした楽曲を提示しています。ボーカルだけシンセサイダー V の量で歌わせたボーカルを載せています。ちょっと聞いていただきましょう。こんなにも騒がしい街並みに。はい、こんなボーカルです。そして今赤いトラックありますよね。ここにミディのメロディーをそのまま書いています。そしてこれをミディファイルとしてアウトプットします。ちょっとやってみましょう。スタジオ1の場合は画面右のタブをファイルというのを選択しまして、今はデスクトップにミディファイルを書き出したいと思います。この赤いリージョンを選択しまして、ドラッグしてデスクトップのところに持っていきます。そうしましてオルトキーを押すとミディファイルというところの前に X、 いわゆるチェックがかかりますので、この状態でデスクトップで話します。今ちょっと実験的にたくさんやっていたので、同じような小田木メロというのがたくさんできているんですが、最後の4番、これが今書き出したファイルです。そしてこの時点でファーストソングエディターを表示します。今日初めて見られる方も、これが Windows のファーストソングエディターといいまして、自動アレンジソフトなんですけれども、ほとんど YouTube などでも情報が出ていなくって、昨年の末に皆さんにご紹介したところ、たくさんの方が関心を持っていただいたという、そういうソフトです。音楽研究所さんというところが開発しています。この画面でですね、今外部印刷というボタンがありますので、そこからインポート、デスクトップの小崎メロ4という、これですね、これを開きます。はい、このようにボリュームを設定しましたというダイアログが出ます。 OK をします。そしてミディのチャンネル1チャンネル目を読み込みます。はい、このように音符が出てきたわけです。いわゆるメロディーです。このソフトはとてもよくできていまして、ここでジャンルを選びます。今ポップス海外とかポップス日本とかいう風になっています。クラシックとかいうのも選びます。そうしましたらこの右の方でまたその中のどんな感じのイメージかというのを選びます。弦楽40奏とかいうのもあります。そしてこのソフトは基本的には無料で使えるんですけれども、ここの部分に制約がありまして、ACS という同じ会社のソフトをとても安い価格ですけれども購入するとですね、ここが全部使えるようになるわけです。今回はポップスの海外でソフトロックというのでやってみようと思います。それをもう選ぶだけで、あとはテンポを合わせます。今120というふうになっていますので、ここでキーボードの下矢印キーを押して今回の楽曲の69という速さに変えます。すべてMIDIでできますので、ここではこの数字が間違っていても大きな問題にはなりません。それでどんなアレンジをしてくれたか早速聞いてみましょう。本当に何もしないでこんなアレンジができるようになります。再生をします。
はい、このようになったわけです。このようにするんですけれども、皆さんに他のアレンジにしたらどのようになるかというのをちょっと見ていただきます。ここで例えばジャズというのを選んでフュージョン、これでやってみます。テンポは92というのを自動で抽出しましたが、まずこの速さでそのまま聴いてみましょう。はい、このようにですね、どん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 オリジナルアレンジができます。パターンはある程度集約されてしまっているんですけれども、皆さんの目の前でやったように、読み込むメロディーが違うイコールコード進行も違うわけですね。雰囲気は同じジャンル、同じカテゴリーを選んだらよく似たものになるんですけれども、一つ一つ楽曲も違いますし、スピードなんかも自由にできますので、このようにして自動アレンジがもうものの3秒ぐらいでできてしまうということです。そしてここからこの出来上がった部分を書き出すんですが、もう一度戻しておきますね。ポップス海外のソフトロックで69ですね。この状態で書き出したいと思います。また外部印刷というボタンを押しまして、エクスポートというのがあります。これを押しまして、デスクトップに尾崎メロ4 Easy Listening MIDI となっていますので、勝手に名前を付けてくれているので、このまま保存をしたいと思います。保存ができましたらまたスタジオ1に戻ります。ここでファイル開くというのを押しまして、今デスクトップに保存しました。先ほどのファイルを読み込みます。これですね、尾崎メロ4 Easy Listening MIDI、これを開きます。そうしましたら、このファイルのジェネラルミディサウンドを読み込みますかということで、内蔵の音源を読み込むことができます。ここではいをします。これらは他の DAW でもよく似たことができるはずですので、皆さんも無料ですから試してみてください。このように読み込めました。ちょっと聞いてみましょう。メロディーはこの辺から始まりますので、ちょっとこの辺で聞いてみます。はい、このようにもうアレンジがそのまま DAW の方に来たわけです。ここで音源を差し替えていったりしたいと思います。一つ目はアルトサックスというふうになっていますので、これはこのままでもいいでしょう。次はエレキギターのミュートです。どんな音かちょっと聞いてみましょう。はい、まあこれもこのまま今回はやっておきます。皆さんの好きな音源に乗せ替えてくれたらいいということになります。次の音を聞いてみましょう。次はアコースティックベースというふうになっています。はい、このベースの音があまり好きではありません。ですからこれはイージーベースに乗せ替えたいと思います。はい、このようにして音源を置き換えればいいわけです。はい、次はドラムです。はい、バスドラが全然良くないですよね。これも入れ替えてみましょう。これはユージャムを入れてみましょうか。ユージャムの VD とついたのがドラムです。ソリッド、これを入れてみましょう。ちょっと音域が違うのか分かりません。少し見てみましょう。そうですね、バスドラがちょっと違うところに入っていますので、これを入れ替えてみましょう。一つ上げます。これでどうでしょう、
聞いてみます。はい、これの方がいいですね。じゃあこれにします。そして16番はメロディーですが、ちょっと先ほど前もって同じ 69bpm でファイルを書き出してあります。ファイル名はここにありますミックスダウンオーマイボーカルワブというファイルです。これをオーディオトラックにこのように読み込みます。これでちょっと聞いてみましょう。こんなにも騒がしい街並みに佇む君はとても小さくとても寒がりで泣き虫なお、このようになったわけです。もちろんあまり良くないリージョン、そういうのは関連にミディを乗せ替えるというのもいいでしょう。例えばこのドラムですね、とっても単純なドラムですよね。これをちょっと乗せ替えてみましょう。もう全部削除してしまいます。このようにできましたらドラムを完全に他のものと置き換えてしまいます。音だけじゃなくってフレーズ自身を変えるということです。このフレーズでやってみましょう。簡単に複製をしてみます。もちろん通常はここでフィルを入れたりそういう風なことをやってください。ドラムが入れ替わるだけで随分変わると思います。こんなにも騒がしい、このようにファーストソングエディターがアレンジしたものを若干自分なりな工夫をしながら、アイデアだけをもらいながらこのように編集していくという使い方ができるわけです。何せファーストソングエディターのいいところはコードを案外しっかり自動判別してくれるところです。ここで D メジャー7とかですね、このようにメロディーを入れただけでコードを検出してくれるところのこのコード割りがとてもうまくできているように感じます。もちろんこれで完成というふうにはなりませんが、ざっくりとしたプレゼンテーションをするのにはいろんなアレンジもできるのでとてもいいでしょう。今はミディで書き出ししましたけれども、この外部というところには同じエクスポートでファイルをミディではなく WAV ファイルもしくは MP3 にも変えれます。ちょっと WAV ファイルで書き出してみましょう。はい、書き出しが終わりました。ここの一番上に出ているのが今書き出したファイルです。これを聞いてみましょう。こんな感じに簡易なアレンジができるということです。皆さんも無料です。無料ですから、ぜひ試してみてください。村長スタジオでした。